どうもシュートです。さあ今回もフットボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回はまあ昨日獲得した4選手ですね。トッティ、デルピエロ、バッチョ、それからベンチにいるこのベン・ホワイト、この4選手の使用感解説、プレー集、まあそれからおすすめ起用法、この3つをちょっとねやっていこうかなと思います。まあ、まずはちょっと試合数少ないベン・ホワイトからいこうかなと思いますけれども、まあ育成は昨日の動画と全く変えてない感じですね。でまあベン・ホワイトのおすすめ起用法はやっぱりサイドバックですね。センターバックではなく右サイドバックに置いてしっかりと選手への指示でディフェンシブを入れてあげるっていうところ、そしたら攻撃的サイドバックではありますけど上がらなくなるんで、まあエッジクロス持ってるから、まあピンポイントクロスとかスルーパスつけて攻撃参加させるのもまあありっちゃありですけど、まあ結局サイドバック上がっちゃうとその分ねカウンターとか食らいやすくはなるんで、まあ攻撃の組み立ての面でパスとか活かしていくのがいいかなと思って、まあ僕はディフェンシブ入れる派ですね。まあロングだったり5バックなら別に攻撃的そのままで使っていいと思います。まあ身長高くまだブロッカーつけれてないですけど、ディフェセン91あるんで、まあそれなりにパスカットとかインターセプトできるなっていう感じしましたし、ボールの奪う感じっていうのもすごく良くて、まあもう少しだけスピード瞬発力伸びたらなというか、まあスピードはね90でも十分ぐらいではありますけど、瞬発85ぐらい、まあサイドバック置くなら今の環境なら欲しいかなっていう感じはしましたが、まあでも別に悪くはなかったんで、まあやっぱ無料で取れるレベルの選手ではないと思いますね。もう個人的にはもうベン・ホワイト一択というか、パスが初期で84とかいって、もうめちゃくちゃね遠い距離のパスとか逆のサイドこっちの左 OMF へのパスとかもね全然通せたんで、どこを取ってもまあ文句のない、もう本当にまあアーセナルの3選手ショータイムいる中でもう絶対ベン・ホワイト取るべきだなって、ベン・ホワイトしか使ってないですけどまあ思いましたね。では次はバッチョ行きましょうかね。53試合と結構使いましたね。育成はまあ前回の動画のまんまで、まあバッチョの起用法に関してはまあ CF とか ST とかでは使ってなくて、まあここサイド OMF にして使ったり、まあここの OMF、 まあ主に OMF ですね、中央かサイドの OMF で使うことをおすすめしますし、僕もその辺で使ってました。まあプレー集結構見せていきますけれども、まあこの得点関与見たらねだいぶ活躍してるのはわかると思いますけど、まあオフェセン高くて無印 OMF で使えるんで、まあ中央でもそうですけどサイド OMF で使った時にやっぱめちゃくちゃね素早く相手の背後取ってくれて、もうそのままやっぱりこのドリブル能力とかボルコン持ってたらスピードドリブルでゴール前までがっつり運んでいけるんで、まあそっからのアウトスピンとか左足のコンカっていうのも逆足最高なんで決めれたし、まあめちゃくちゃ強いですね。でまあ何より今回のバッチョはフィジカルが70あるんで、まあちょっとやそっと当たられたぐらいでもそんなに潰されはしないし、まあ何よりフィジカル高いことによって気持ち的にも縦側にどん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 突破していくのもビビらずにやっていけるんで、そこもいいなっていう感じましたね。まあスキルはまだつけてないですけど、まあとりあえずミドルとかはつけたいかな。まあエラシコつけて特殊ダブタにしてもすごい面白いとは思います。では次は左の OMF で使ってたデルピエロですね。デルピエロちょっとだけ育成変えたんですけれども、瞬発1落としてバッチョと同じ7振りにして決定力5振って85まで持っていって補正値90になるようにしましたね。まあなんかたまにねブリッツ枠外外すなっていうことも多かったんで90にしたらまあ多少マシにはなりました。まあゴール関与的にはバッチョよりは少ないですけどゴール数は結構多い感じ。まあやっぱりこのデルピエロエピックなのにブリッツカーブを持ってるんで、もうめちゃくちゃブリッツ決めてくれましたね。決定力88で使ってる時もまあそれなりには決めてたし、まあやっぱフォーデンとかと違ってカーブが高いからか、まあキエーザとかソン・フンミンとかあたりと変わらないぐらい点取れますね。でまあその2人と変わらないぐらいブリッツ決めれるってなったら、まあやっぱスピード瞬発力だったりボディコンとかドリブル能力も圧倒的に勝ってますし、扱いやすいドリブラータイプがブリッツ打てるっていうのがこのデルピエロの最大の強みかなっていう風には感じましたね。特殊ダブタのこの3つつけましたけれども、もう覚醒しましたよ。あんまり言うことないぐらい強かったですね。でまあラストトッティ、トッティはちょっと50試合未満、まあでも49は使いましたね。育成はまあ多分昨日の動画のまんまだとは思います。でまあゴール数27のアシスト16、まあ CF で使ってましたけど、まあバッチョの OMF 並みにアシストも量産してくれてますね。まあナンバー10の選手なんで CF で使ったら無印で使えますけど、たまに OMF とかここの位置でも使いましたけど全然強かったですね。でまあこの選手の感想は、まあ身長はねめっちゃ高いってほど高いわけじゃないですけど、まあ程よく使用感がいいぐらい、まあ空中戦とか考えたらさすがにフリットの方が強いかなっていう感じはしますけど、まあドリブルの操作感だったり、まあフィジカルの理不尽さとかはね、そりゃフリットの方が強いけどトッティでも十分ぐらい感じれますし、スライドドリブルからのミドルとかコンカっていうのがものすごい刺さったんで、まあこの選手もねバッチョデルピエロのついでに取れたらめっちゃいいと思いますね。まあスキル追加はかなりしましたけれども、まあダブルタッチコンカする
ルパさえつけたらもうめちゃくちゃ覚醒はします。まあ、使用感の解説とかは以上にして、こっからはプレイ集に入っていこうと思いますけれども、まあ基本的にはバッチョデルピエロのゴール集が多いかなっていう感じはしますが、まあよかったらぜひ最後まで見ていてください。では見ていきますが、ちょっと数が多いんで、まああんまり今回もリプレイはなしで見ていこうかなと思います。じゃあまず1点目は木の X にもポストしたこのデルピエロのブリッツですね。まあ綺麗よ。でまあこのシーンはトッティのゴールでしたかね。バッチョベリンガムと繋いで横パスもらって、まあダイレダブタのチャンス来てミドルズドンと。でここはまたトッティのシーンですかね。ベリンガムバッチョと繋いで、バッチョベリンガムで、まあここトッティがしっかり抜け出して、まあここセンターバックかわしつつ、かわしてないかこれ、なんかよく分かんなかったんでちょっともう一回見たいんですけど、なんかサイド流れてからそのままアウトスピン打った感じっすね。強すぎるなこれ。でまあこの辺のドリブルとか見たらデルピエロの使用感の良さ分かるんじゃないかなと。ウォーカー相手にこれだけスピードでぶち抜けて、まあ、二人おびき寄せれたら、まあ、横パスワンシューでゴール決めれますよと。まあ、めちゃくちゃ良かったですね。で、ラストは、デルピエロ、ビジャとマラドーナで、まあ、左サイドから繋いで、右 OMF で使ってたバッジョがサイド飛び出して、まあ、キーパーおびき寄せて、まあ、ちょっとスライドで、溜めつつ、ちょっと隙伺って、ダイレダブタじゃない、ダブタ2連でアウトスピン。まあ、バッジョの縦突破の感じとかもいいかなと。ここもすごかったですね。ムバッペ、トッティで、トッティでちょっと溜めて、スルーパス出してあげて、まあ、相手テュラムですけど、スピードで縦ぶち切って、左足コンカでゴール。いくつも出てきますけど、バッジョここのね、縦突破のドリブル、ものすごい早いんで、やっぱサイド OMF とか、ものすごい良さそうな感じがしますね。で、まあ、ここはデルピエロのブリッツのシーンかな。ここで、ちょっと溜めて、スルーパスもらって、まあ、この距離なら、まあ、さすがに。でまあここのトッティとか結構いいんじゃないですかね。抜け出してアラウホスライドだけでかわして逆足でこのミドル、まあポスト当たっちゃいましたけどいいね。でまあその後こぼれてきた球をベリンガムでこのバッチョへのスルーパス、バッチョも抜け出し最高。でまあやっぱトッティはこういうパス面でも貢献できるっていうのがいいですかね。ちょっとワンツーつなぎつつ2回ぐらいつないでこのスルーパス出せる、まあ結構強い。でまあここは左サイドからつないでバッチョで一旦落としてパス号入れて、もう1回ダイレクトでスルーパスもらって、まあ、二人をスライドだけでかわしてアウトスピン。これやばい。やっぱフィジカルあるから自信持ってこの辺とかね、ちょっとスライドとか仕掛けていける感じはしますね。まあ、ここは右サイドで奪ったんで、まあ、いつもの鉄板の形、逆サイドに繋いでいく、形で。まあ、ここスルーパスもらって、特殊ダブタ入れずにコンカー。いいね。で、まあ、ここはもうさっきから何回も見てるバッチョのシーンですね。トッティでちょっと溜めて、まあ、この溜めがだいぶ効いたかなっていう感じしますけど、まあ、バッチョのこの縦に抜きに行く速さ。もうバッチョでこれやっときゃ勝てますね。このシーンもトッティでちょっと溜めて、まあ、そんな溜めてないか。でも、バッチョの抜け出しのタイミングが良すぎて、まあ、相手のディフェンダーもちょっとバグったかなって感じしますけど、まあ、ナイスドリブル。今、アウトスピンが発動しなくても、左足のコンカーもね、逆足精度最高なんで、まあそんなに不安じゃないっていうところもだいぶいいですかね。さあここはダイレクト、あ、ワンツーして左足でゴール、いいね。さあこの試合の2点目のシーンは、まあちょっと中央で細かくつないでサイド OMF バッチョ空いたんで、まあしっかり使ってあげて、まあここでフリーになってることがだいぶ多いですね。このシーンもちょっと中央ではありますけど左側でつないでて、まあ相手3バックやったんかな。でバッチョがめちゃくちゃサイドで空いてて、コスタクルタをもう縦にぶち切って、でここでちょっと溜めて横パスつないで、まあデルピエロでちょっと溜めてブリッツかな。さあ次ここはトッティからバッチョパスもらって、もうこの細かいタッチでちょっと2人ぐらいかわしつついなしつつ横パスワンシュでゴール。ほんと今までのバッチョもね、ボディコンとか高かったんで全然スライドドリブルとか強かったですけど、また違うなんかねフィジカルあるんで、まあ、気持ちの余裕的な部分もありますよね。ここも縦抜きに行ってゴール。やっぱ低身長系の選手ってちょっとなんか体を前に入れつつアウトスピン打ちに行くみたいな、あんまりねできないと思ってて、やっぱ右サイドハーフカカが一番いいなっていう感じはしてたんですけど、もう右 OMF にしてもうバッチョ使うのも全然ありかなっていう感じにはなってますね。そこがデルピエロ、いい背負いからの特殊ダブタでゴール。でこれ決定力88の時のデルピエロのシーンなんですけど、まあちょっとねブリッツが外に外れる感じはしましたね。やっぱり同じ試合のこのシーンもそうなんですけど、キエーザの時はね多分もう枠は多分飛んでたと思うんですよ。だからまあ決定力90にしたっていう感じではありますかね。でもこのシーンはブリッツ入ったんですけど、まあ決定力88のまんまで特殊ダブタ入れてから、まあちょっと中央目で、まあでもコースはそんな良くはなかったかな。でまあこの試合のね、この2点目のバッチョのシーンが一番バッチョの使用感わかるんじゃないかなと思いますけど、ちょっと横にスライドかわしてこの縦に抜きに行く感じ、これ縦突破環境よね。2023の頃の、まあ、ビッグタイムマラドーナこんなドリブルねめちゃくちゃやってましたけど、これがちょっと今バッチョならできる感じではあるんですかね。まあここはバッチョとトッティの連携が良かったかなと。バッチョで溜めて2人ちょっと引きつけてトッティでアウ
ウトスピン、抜け出しもアウトスピンもナイス。今このシーンはデルピエロも負けじとスライドとかちょっと背負いつつコネ力の高さも見せていったシーン、特殊ダブタ入れて今回やっぱデルピエロもいいんよね。今最後はバッチョ OMF 中央 OMF のこの間の抜け出しですね。まあ抜け出した後のドリブルも早いんで、まあディフェンダーもほぼほぼ追いついてない感じでゴールと。まあ結構プレイ集見ていただきましたけれども、いかがでしたでしょうか。バッチョ、デルピエロ、トッティ、まあ全員強さは見れたんじゃないかなと。まあベリンガム、ヤマル、バルベルデのガチャ引いて迷ってる人もいるとは思うんで、まあ余裕がなかったら、まあ2列目とか CF の選手揃ってるならね、もう全然引かないっていう選択肢もありだとは思いますけど、まあある程度コインに余裕があって、まあベリンガムとかもまあたまたま引いてなくて、木曜までちょっと何来るかわからんので待って、ましたっていう人はまあちょっとベリンガムとかヤマルよりも今回のイタリア引いた方が前線は圧倒的に揃うし、やっぱり全員 B 固定で毎週使えるし、何よりデルピエロのブリッツとかめっちゃ使いやすいし、バッチョも無印 OMF でほんと最強格の選手だと思うんで、マジでめっちゃいいガチャだと思いましたね。まあこの3選手使ってて、まあ途中ベンホワイトも使ってましたけど、レートもね今いい感じに来てるんで、ぜひちょっと今回のプレイ集だったり使用感の解説参考にして、まあどこで使うかとか、まあガチャ引くかどうか決めていただければいいかなと思います。それでは今回はこれで動画の方終わっていこうかなと思います。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。